おはよう、こんにちは、こんばんは。今、どの時間で見てくれているかしら。それともおやすみなさい。アクアリウム系の動画を配信している、バーチャル YouTuber、アクア、モリコです。よろしくねー。今回お伝えするのは、ちょうど、1ヶ月前の2月12日に採取した、ウィローモスの胞子。1ヶ月経ってどうなったか、その報告動画になるわ。動画をアップした後、全くの音沙汰なしだったから、どうなったのか気になっている方も多いと思うので、区切りの1ヶ月で動画を作成したの。前半は、エビちゃんが、わしゃわしゃ集まっているみたいだから、それについても少しお話ししたいんだって。エビも気になるけど、モスは胞子から育っているのかしら。気になるわね。ここからは朝日がお伝えします。よろしくー。はい、ではですね、ここからは私朝日が進めさせていただきます。ご視聴よろしくお願いいたします。いやー、これいつもスピルリナをエビに半かけら与えているんですけど、むちゃくちゃ集まってきます。はい。でこのね、中国から仕入れていきなり壊れた、はい、空中エビボンだったかなんだか、はい、空中でエビたちがご飯食べられるっていうやつなんですけど、いや、なかなかね、あ、いいんですよ。見た目はね、あんまり、今寄ってるから意外にいいかもしれないんですけど、遠くから見るとね、違和感バリバリなんですけどね、こう言って観察するにはいいですね。はい。で、一応、レッドビーシュリンプの方も、だいぶ水槽の方に慣れてきまして、まあ、前はね、全然前の方に出てきてくれなかったんですけれども、最近は、まあ、ちらほら、やっぱでも後ろが好きなんですけど、ちらほら出てきてくれるようになりました。はい。いいですよね。うん。で、ちなみにちょっと今、まあ、カメラの話してもあんまり、まあ、よくないかもしれないですけど、これ、キャノンの、70D って、まあ、ちょっと古いなやつなんですけど、70D ってやつと、EOS 70D と、あと、マキエレンズであるんですよ。9000円ぐらいの単焦点のレンズがあるんですけど、それの古いバージョン。うん。でもやっぱね、そのマキエレンズ、なかなか良くて、マキエレンズって低価格でまあまあ撮れるレンズなんですけど、評価がやっぱねいいんですよ。うん。で、明るいレンズで、うん、ボケるってやつですね。うん。あんまり明るすぎるんで、ちょっと絞って、うん、完全に開放しない感じで撮ってるんですけど、でもいいですよね。うん。ボケ感がね、はい。カメラもちょっと好きなんで。最近は風景とか撮る行ってないですけど、うん、こうやって拙者ばっかりですけどね、うん、なかなか綺麗ですね、うん、これこのレンズのダメなところはこれ以上寄れないんですよねだからこれ以上アップで撮れないっていう、うん、レンズです。ちょっと逆に引きますか。うん。まあちょっとなかなかいいような気もします。はい。で、じゃあ今日はですね、3月12日、うん、ちょうど1ヶ月経ったものがあって、それを紹介しようかと思っています。はい。で、以前、ウィローモスに胞子のピョンピョンってピッコロみたいな角みたいなやつ、触覚みたいなやつ、あれが出て、そこから胞子を採取しました。うん。で、1ヶ月、水を切らさずに、放置しているんですけれども、一応その報告をちょっと今日やろうと思いまして、うん。ただちょっと、ちょうど撮ろうと思った時に、めちゃめちゃ、エビたちが集まったんで、ちょっとそれ撮っちゃってるんですけど、ちょっとそちらの方を、ご紹介させていただければと思います。じゃあちょっと、向かいましょう。
で、培養してるのはここですね。これここに、乾かないように蓋をかぶせて、はい、ちょっと培養してるので、ちょっと、もうちょっと広いところで見てみましょう。コットンに採取して培養して1ヶ月、緑の部分は増えたんですけど、なんていうんですかね、そんなに芽が出てるって感じじゃない、うん、だこれはもう育つ、でも緑は濃くなってきたんですけど、育つのかなってちょっと不安に思ってます。で、水槽内にもう入れたんですよね。で、水槽内にコットンをこう、まあ、放射能のところに放置してあったやつがこれなんですけど、いや、なんか生えてるなと思って、で、今ちょっと拡大してみたんですけど、これは、なんだろうと思って、で、発芽したのか、何なのかって、横で今この大きいレンズ、倍率上げてみたら、これ多分あれですね。うん。リシアの破片が多分絡まっただけだなって思って。ちょっとがっかり、今日これがね、スクープ映像だと思って撮ったんですけど、これはね、多分リシアだなと思って。うん。ただ、これ見てわかる通り、ちょっと暗いんですけど、いや、すごい緑ですよね。さっきのやつよりも緑が濃いんで、やっぱね、胞子が結構散ってるのかなっていうふうに思いました。うん。ね。ちょっと汚れもついてますけど。なんで、まあ、ちょっと様子、今1ヶ月経って、まあ、少し気になってる方もいらっしゃるかと思いましたんで、はい。一応そのご報告ですね。うん、一応ね、継続的にはやってるんですけど、まだ結果が出てないので、うん。気になってる方は、ちょっと何人かコメントいただいてまして、はい、それでやっているものなので、ちゃんと継続してやってますということだけお見せしようかと思いまして、はい、そのご報告の、動画になります。はい、ではお伝えしたのは朝日でございました。あと締めの挨拶、森子さん、よろしくお願いいたします。前半のエビの餌鉢、見事にいっぱい寄ってきて面白い。モスはまだまだ芽が出てこないけど、胞子から芽が出るところ早く見たいな。緑も濃くなってきたからもう少しって感じね。では今回お伝えしたのはミローモスの胞子1ヶ月の途中経過でした。ご視聴ありがとう。お伝えしたのは私アクア森子と朝日でした。じゃあねー。森子からのお願い聞いてくれるかしら。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくね。動画の感想コメント待ってるわ。応援してくれると嬉しいなぁ。よろしくねー。